こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回は歯切れシリーズをやっていきたいと思いますね。よろしくお願いします。久しぶりですね、歯切れシリーズね。ちょっとね、こんな感じでまあまあ大きい面積、本体の方の歯切れが余っている、筋の柄が入ったデニムですね。インディゴデニムっていう綿 100% 日本製の生地ですね。筋が入ってるのが特徴ですね。これですね、裏側もね、これでなんか使って面白そうだったので、表面向きと裏面向きと両方使っていけたらなと思っていますね。それでこの型紙、縦が 25cm、 横が 10、20、30、40cm ぐらいある、マチ付きのね、お弁当バッグを作っていきたいと思います。そして紐と、あとはタブですね、そんなものがあるやつにしますね。取っ手に採取しようと思ったんですけどね、タブに紐をリボンで結んで、リボンそのまま持つようにしたらいいかなと思いました。バッグに忍ばせていくので手で持つことはないかなっていうタイプのものですね。でちょっとこんな風にですね、幅がなかったので改造してですね、ちょっと細身のタブを作りますね。そして次はですね、今回ですね、カラフルなネオンカラーの、まあブロード綿 100% とかローンとかでの無地なんですけど、4色の蛍光カラーのですね、ネオンカラーですね、あちらをパッチワークでですね、お花作っていきたいと思うんですよね。なのでお花の花びらと真ん中を作る、形作るのを以前なんか別でやったことあるんですけど、またそれと違うサイズになると思うんですけど、こんな感じのイメージで花びらみたいにしていくと。で、真ん中のトップのところはスクエアなこれですね。これをこういうふうに包み込んで、なんか正方形の感じでちょんってやれる感じで、この2セットの組み合わせでですね、花のパッチワーク、アプリケのね、模様をつけていきたいと思います。表面と後ろ面の方、両方ですね。そうするとなんか賑やかな感じになって、楽しい感じになるかなと思いまして、やっていきます。で、裁断こういう風に当ててですね、やっていきますね。で、なんかひっくり返さずにですね、折り込んで1センチの縫い代で折り込んで花びら叩きつけていくやり方になります。で、前後ともですね、4つの花びらのなんかクローバーみたいな感じの花になるので、そうすると真ん中にこれを置いて、ちょっとイメージですけどね、こんな感じで4つ置きます。それ前後ですね。で、なんか隣り合わせの色をちょっと工夫して、できるだけカラフルな感じに見えるようにっていう工夫をそれなりにしたつもりなんですけど、どうでしょうね。はい、こんな感じでね、ちょっと配置が変えてありますね、表と裏と。それでまず真ん中から叩きつけていきますね。で、中心はチャコペンで中心の部分止めてですね、つけてですね、印を打って、そこにど真ん中にポンってこれを置いて叩きつけていくとこから始まりますね。そして花びらはこの真ん中のこの中心のやつに沿って、なんかきちんとした配置で揃う感じの花びらにの叩きつけになっていければなと思っていますね。はい、じゃあまずこのチョンって印打ちました、これをねど真ん中に打ったんですけど、最終的な結果的にはですね、マチでね、下の方にだいぶズドンっていくので、本当はもうちょっと上にすればよかったなって後で思いました。なんか多分最後で出来上がりて、おお、ちょっと惜しいなと思うかもしれないんですけど、ちょっとね、上寄りが良かったなと後で思いましたけれども、まあこれはこのままやってしまいましたので、やっていきますね。で、糸の色をですね、こういうブルーのような、グレーのような感じがいいと思うので、馴染ませていきます。すべての花びらもそれぞれの糸の色を選んでやっていきます。もう片方側もね、印に従ってど真ん中にこのように設置しまして、真ん中を、そして縫っていきますね。なんかこれ、まあ、今までもやったんですけどね、返し縫いとか入れない方が綺麗なので、力がかかるところではないのでね、一発で縫います。それで最後結んで裏側に隠しますから、結び目そんな感じです。はい、で、これ2つとも中心だけできましたね。そしたらここに花びらをですね、1センチずつ角を折り込んだ八角形になるんですよ。ちょっとまめな作業なんですけれどもね。でも今回ちょっとね、適当に印をつけずに1センチだいたいこれかなって思って、私がやっちゃったってやつですね。なのでね、花がね、結構出来上がる。あと今までの花は、今までなんかアプリケやってきた花っていうのは、大
印象じゃなかって長い短いやったんですけどね、それをやらなかったためにちょっとねズドンとした花になったかなっていう感じがあったので、甘いみたいにやった方が綺麗だったかもしれないなーなんて後々反省しましたけど、まあちょっと歯切れシリーズなのでここはちょっとねちょっと適当さが入ってしまいましたけどね。で順番にどのやつもこのように折りたたんでですね、とにかく縫い代を隠す感じに中にやりますね。で間のところにもう一回ずつ折る分、とんがったところがもう一回ずつ折られてやっと隠れますのでね、で八角形になるんですよね。でピンクもいきますね。ピンクとブルーがね同じ種類のローンですね。で蛍光のグリーンみたいなライムみたいな色がブロードなんですよね。オレンジがねそういう名前ついてないですけど、メンポリの TC 無地っていう名前ですね。なんかそう似てるやつなんですけど、少しずつちょっと生地の名前とかが違うという感じですね。ブロードが一番縫いやすいですね。ローンとブロードと比べるとブロードの方がちょっと縫いやすい。一緒かな、一緒ですかね、一緒かもしれません。やっぱりねポリエステルが入っているオレンジだけちょっと縫いにくいですね。やっぱりねポリエステルが入ってくるとですね、面がやっぱり面 100% が一番やりやすいって感じです。折り目つけるのもですねまっすぐになるし、言うこと聞きやすいみたいな感じですね。でこれでどんどんこういう風にですね、縁をね縁から端から2ミリぐらいのところですかね、これをですねこう叩いていくんですね。で最後この方に結んで裏側にして終わりますね。で紺もやっていきます。ちょっとねこのね糸調子難しいですけどね、ちょっと失敗してますね。ちょっとやり直ししまして、こうやってやってきますね。なんかちょっと四つ葉なんか幾何柄的な花かな、なんかそんな風ですね。もうどうしてもこのネオンカラーなのでね、そんな感じの方が合うかなと思って、はい、じゃあこういう感じで表面も裏面も叩きつけますね。で今回ですねちょっとね裏地をつけずに一重仕立てでやるんですね。まあ丈夫いからねいいだろうってことと、弁当バッグなのでちょっとヘラヘラしててもいいかなと思って、丈夫なデニム素材ってことを、デニムといっても柔らかい方のデニムなんですけど、それをね利用してっていうことで、ちょっとそれで困るのがね縫い代の始末なんですよね。ここをね三つ折りします。三つ折りするとその分硬くなってしまうので、またさらなる工夫が必要で、さらにまたそこの三つ折りになったところも含めて三つ折りすると、なんか六つ折りとかにのなんかね6つ重なったりする部分ができますよね。そうするとねちょっと困難が極まって、出てそのうまく縫えない部分が出てくるんですよね。なのでこのようにちょっとねちょうど蛍光色が多めに余っていたっていうのがあって、幅が広いんですよもともとね。だからこれをですねちょっとねラッピングにして利用します。ラッピングする場所っていうのは底の部分、これがですね結局縫い代がゾコゾコになってしまいますよね、そのままやると。あとは入り口ですね、あと脇はさっき三つ折りしたからいいんですよね。なので脇だけ解決されてますよね。だから上下です。あとはそれをこの蛍光色の布でラッピングするってことです。もう真珠も何も貼りません。 1.5 センチの幅のところをちゃんと印つけて縫っていくと綺麗にできるの で、この後ねアイロンで綺麗にねラッピングします。そしてですねちょっとアイロンかけるところに映してないんですが、こうやって反対側にくるっとラッピングしてこのようにね縫っていきますね。ここね本当に待ち針で留めた方がね確実ですけど、ちょっと今回何もしずにやっちゃいました。はい、それでラッピング、底の部分はラッピングできましたね。まずねただこの後ですね待ちを15センチ取ろうと思ったんですけど、ちょっと多すぎまして、縦がね短くなりすぎちゃうんで10センチでいきましたね。そして端っこの縫い代の影響のないところをちょっと止めます。縫い止めました、さっきね。これこっちもこうやってやります。この影響のないところを縫い代同士このようにね行ったり来たりしながら止めます。でいろいろ飛んじゃうんですけどね、入り口のまぶたフラップのところにの一重仕立ての状態の時にマジックテープのオスをつけてあげますね。でそして今度は上のところ、まだね布余ってました。で上のところにこのように同じ、さっきそこと同じようにやったやつを今度は一重仕立てだけで円状にぐるり一周ラッピングします。
さすがにここはですね、待ち針ないとちょっと難しかったので、待ち針留めてやっていますね。これでだいぶ綺麗に、まあ難しいところなんですけど、待ち針留めた方がいいですね。はい、そしたらこんな感じでちょっと賑やかな感じにだんだんなってきましたね。そしたらですね、これではリボンです。リボン。リボンが取っ手の役割もしますから、ちゃんとしたものがいいですね。で、場所とも全部ね、包み込む感じで今回いきますね。そして叩きつけます。はい、じゃあこんな風に出来上がりましたね。最初の方にね、ちょっと行ったんですけどね、このね、花柄がやっぱり、もうちょっと上に行けばよかったかななんて思ってます。それでお弁当箱入れで、私ね、お弁当箱を持ってないんですよね。なので、ちょっとこう代わりにタッパーですけど、これを2段に入れてみます。結構ね、大きい容量のものができたので、もともとが縦が25センチかける横が40センチでやりましたよね。なので、マチを10センチにとってもですね、結構な、まあまあ、お弁当箱の中では十分な大きさかなと思います。それでこういうふうに締めて、最後にですね、リボンにするんですね。で、これ、ちょんちょん結びしたら、キュッと結んで、このまま持てるんですよ。だから、取っ手の代わりですね。リボンが取っ手の代わりになるといった、こんな感じのお弁当箱。ね、タブがあるから、結構安心ですよね。だから、中に、ナフキンに包んだお弁当箱入れてもいいし、っていう感じの使い方が向いてるのかな。なんかね、でも結構容量がこれだけ2つ分ありますので、容量がある感じにできたと思いますね。こんな感じでね、ちょっと飾ってみましたけど、ここが残念でした。もう本当にちょっと残念なことにこんな風になっちゃいましてね。あ、こっち側がいいですね。こっち側表だったらよかったのね。なんかもう適当ですね。本当互い違いに なんか同じになってないっていうところが、まあ、その分だからタブが引っかからずに、お花に引っかからずに済んだのかもしれませんけどね。なんとも言えない、ちょっとなんかハプニングが起こっていますけれども、こんな感じもその蛍光色の使い方として、ちょっとこれ一つデニムになんかね、合わせてみたよなんていうのが明るい感じがしますね。ということで、今回はハギレシリーズはお弁当袋作ってみました。どうもありがとうございました。違ったのだ。